そういうのどうやって保存してるんですか？うちウォーキングクローゼット、ウォークインクローゼットだ。ウォークインクローゼットがあるんですけど、ウォークできないぐらい詰まってますよ。だから2個あるんだけど、1個に服は入れてて、もう1個はもう完全にフィギュアですよ。服はいりますけど、ちゃんと服は服で、収納してる別のところに。スミプラもタワーになってそう。タワーじゃない今。ごめん。スミプラはタワーではなく、スミプラは壁になってます。あれ？なんかこの部屋ちょっと狭いねってなったら、壁一面がプラです。大川さん服あんまりたくさん持ってなさそう。嘘。そんなイメージあんの俺の。移動。あるよ、服なんかいくらでも。毎シーズン買ってるもん、ちゃんと。俺が服買ってるっていう情報を出していないだけで、ちゃんと買っていますんでね。冬はちゃんとインナーと上着もね、1着ずつぐらい買ってますんで、ちゃんと。下に着るやつは3、4着ぐらい買ってます、ちゃんと。でも服よりフィギュアとかの方が多いのは、では、それはそう。それはそう。すまんな。意外だった。嘘だろ。大川さんなんか、え？大川さんなんかフィギュアとかガンプラとかにお金使いすぎて服とか一切買ってないイメージあんの？やめてもらっていいですか？買ってワンシーズンで捨てる派。ワンシーズンではさすがに捨てないけど、T シャツとかは割と洗濯2、3回、3、4回したらダメになるやつとかあるじゃん。そういうのは割とちゃんと処分します。無頓着なイメージだった。嘘だ。ダメだ。みんな、俺のイメージちょっと改善して、ちゃんと。ねえ。え？嘘だろ？今までこんなにおしゃれ服着てるのに俺今。でもさすがに確かにお洋服に1着4、5万とかはかけれない。かけれて1万円くらいかな。なんか支援みたいにね、何十万もするやつはちょっと買えませんけど。ね。おろさで服に力入れてるのは支援。あれこれ不支援配信で言ってないかな。言ってたら言うけど、ね、この間なんか自慢してました。すごい高いの買った。すごい高いの。パジャマを買います？パジャマ着ないよ俺だって。全裸だもん。普段。でも2、3万のフィギュア即予約は当たり前だろうが。服はいつでも買えるんだよ。フィギュアはな、時期逃したら買えないんだぞみんな。再販とかないんだからな、ほぼ。服なんかさ、ワンシーズンでさ、変わるじゃん、流行り廃りが。フィギュアは昔から色褪せぬ人気を誇っているロボとかヒーローとかが今の最新の技術で超クオリティで蘇って出てくるんですよ。それが再販されないんですよ、あんまり。ってなるとですよ、どっち取るかは明白だよな。なかなか売ってないものとワンシーズンで着れなくなるかもしれないものを、どっちを取るかなんだよ。そらこっちでしょ。あ、アラガンブラザーズようこそいらっしゃい。今の話でよくメンバーに入ろうと思ったね。ありがとうございます。ね、フィギュア買うのにパジャマ着てないのは別にパジャマが買えないとか買わないとかじゃなくて、単純に寝る時に締め付けられたくないだけですよ。全裸で虫に刺されないってことは掃除もしっかりしてる。そうだよ。俺ね、部屋汚ねえけど虫は出てこない一切。最近フィギュアも値段高いから2万切るとお手頃に感じる不思議。ほんとさ、物価上がってるよね今。安いって思われるラインが1万円ぐらいになってんじゃん。10年前とかだと3000円とかだったからね。ホビー関係の通販開始しましたみたいな情報をまとめているところを見るのが好きなんだけど、だから興味ないものとかもね、チラッチラって見るんだけどさ、マリオのフィギュアがね、出るんですよ。マリオカートのカートに乗ってるマリオが笑顔のポーズのフィギュア、おいくらすると思いますか？確か3万円ぐらい。ヒゲのおっさんがカート乗ってるやつ3万円ぐらいすんだぜ。やばない。あとでもフィギュアの最新情報見てると、だいたい1週間に1個はホロライブプロダクションの何かしら出てきますよね。知った名前いるなぁつって。今週は確かあれじゃないですか。団長さんがなんか水着のフィギュアが出た、予約開始したんじゃないですか。確かマリオより安かった。皆さんはどっち買いますか？まあ、大川さんはちょっと、さすがにちょっとお嬢さん方のフィギュアに関しては、あまりちょっと、あれなんで、買わないですけど。大川さんの欲しいです。大川さんの俺も欲しいよ、自分で。出ませんかね？超でかいの。1メートルぐらいの角とか発光するフィギュア。海外のさ、ちゃんとライセンス。届くのすべてを味わい飲み干すサイレンナー